おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。あれが実に面白い男でな。叫んなよ。俺は兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、ほんまに死ぬであいつ。まだだ。まだ死んじゃいねえぞ、この野郎。くんなら殺す気で来い、おら。そんなことがあったんか。ええ、
俺もそれだけじゃありません。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張って。お前ほんまに森永かな。はい、兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。おい、手紙。東京に逃げろとだけ書いてありました。兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、しかもその青山を撃った。その瞬間、ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた。そしたらお前は自分が捨てられた理由、ええ、試合に勝てば教えてくれるって。ひどいっす。森永の兄貴も。くだらんな。くだらんよ。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんは、ガキのす。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。相沢豊お前。はい、まだ体動かすぎ。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。はい。行くで、相沢。はお前の兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけや。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ。
だが現実とは非情なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや。どうだ、お前は死にたいのか、相沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。わかった、話そう。森永の今の居場所、それは。警視庁神室署地下2階の霊安室だ。